はい、えー、皆さんこんばんは、えー。松戸市の石塚美です。えー、1月17日の日曜日、えー、明日なんですけども、えー、予定しておりました、あの、小原食堂を問い合わせの方多数をいただいている状況ではございますけども、予定通りですね、えー、開催をするして、えー、参ります。ちょっと、まあ、ま研究自体宣言下ということでですね、 ま、あの、4月、昨年の4月なんですけども、こちらのコアラ食堂の時は、え、ま、緊急事態宣言ということで、こちら中止させていただいたんですが、え、今回はですね、ま、同じ緊急事態宣言下ではあるんですけれども、え、コアラ食堂ですね、今やってほしいといった声もございましたし、え、ま、実際にこの、え、もう本当もう1年経ちますね。もうこのコロナ禍の中でですね、え、困窮している家庭やですね、個人の方々多くいらっしゃいますので、え、明日は予定通りですね、え、開催をして参ります。 場所はですね、変わらず松尾神殿第一町会の集会所、松尾神殿の410ですね、副住所は。で、こちら時間も12時からといった形になっております。ただですね、まあ、あの、まあ、この緊急事態宣言下ということでですね、なるべくですね、来る方はですね、あの、ご家族単位でですね、来ることがないように代表して、あの、一人の方ですがね、来てもらうような形でお願いをいたします。 え、あの、また、あの、時間も12時からになってますので、決してこれ時間のですね、え、前に来るように、来るようなことはないようにお願いします。時間前に来てですね、あの、並ばれる方がですね、これまでの職場でもいたんですけども、まあ、基本ですね、こうやって並ぶということも、おー、今日はまあ、ソーシャルディスタンスの確保という観点から、まあ、かん、こちらも、えっと、やめていただきたいと。 というふうに思っておりますので、こちらはですね、過去の食堂でもそういったことがあったので、何度かの注意喚起の方はさせていただいてるんですけれども、まだそういった方がですね、おられますので、こういったルールはですね、きちんと守って参加していただきますようお願いを申し上げます。それではですね、今回は明日11 1月1 1日日曜日の小原食堂の開催のご案内をさせていただきました。またですね、あの、この食堂だけではなく、個別支援の方も問い合わせ件数が本当にここのところ増えてきております。 でなるべくですね、こちらの方も対応してまいりますので、何かお困りの時があれば、えー、本当にですね、遠慮することなく行って、えー、もらえればと思います。えー、決してですね、えー、あなたは一人では、えー、ございません。それでは今回は、えっ、ー、と、明日のコアラショートの開催のご案内をさせていただきました。最後までご清聴いただきまして、えー、ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。失礼いたします。